はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、エキスパートチャレンジ超生物の誕生編、エキスパカーズを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティを見ていきましょう。まずはリーダー光太郎ですね。拡散ヒール、見らないアイコンシルフェをつけています。続いて赤尻ですね。ムーブブースト SHIT、 特異属性ファイアボムをつけています。そして、バイスケですね。ディメンション、俺が戦うぜ、勇気、カビゴンをつけています。スタンバイには、黒キラですね。俺だった300年、体力、焼けをつけています。フレンドは俺だったがついてる黒キラを呼んでます。では参ります。前半はほぼディメンションで倒していきます。ボムシットでもいいとは思うんですけどね、私の場合は打ち漏らしがある可能性があるので、ディメンションでやっております。1ラウンド、いや続いて第2ラウンドですね。はい、開幕は前列ですね。続いて増援ですね。さあ行きましょう。はい、第2ラウンドをクリア。続いて第3ラウンドですね。ここでね、なるべくアイテムをなくしておきたいので、いらないものは掃除しちゃいます。さあ出てきたのがリサリサ先生。コンボヒットスルーをダメージカットしていきますが、どうにもならないので甘じて受けることにします。ヒットさえすれば、接触50倍なので簡単に倒せます。ここはちょっと難しいところですが、なるべくリングに当たらないようにしたいところでしたが、結果往来で大丈夫でしょう。ここで遊郭を確実に残さないと大変なことになります。残さないとこのエンヤバーに全滅させられます。確実に全滅させられます。では一応なくしておいて出します。ここも一発で倒せます。意外に体力がないカーズさん。
ここの、シュトロハイムはですね、致死ダメージなので死ぬことはないんですが、まあ一応話しておきましょう。ここは確実に倒しておきましょう。続いてはですね、サンタナが出てきました。サンタナがアイテム数ディフェンスブーストなので、アイテムがねないように処理しておきましょう。ちょっと辛い状況になっちゃいます。ここはねもう相手残すようにしましょう。ちょっと心もとないので回復しておきます。ここら辺になってくるとアイテムをなるべく残しておきたいところですね。さあ、このワムーが一つのポイントです。ワムーに、ここはワムー倒せるかどうか、多分倒せないでしょう。やはりちょっと残ってしまいました。さあ誰が捕まれるか。キラですね。キラならよかったです。キラ、仲間のキラが撃ってきました。これなら大丈夫ですね。ではキラを無事、キラじゃないですね、カムを無事倒すことができました。さあここは弱点をついて確実に産物を、大丈夫でした。産物がこれで乗りましたので倒しきることができます。さあ最終ラウンドですね。ここまで来たらもう安心です。ちなみにこのカーズから、鳥ちゃんですね、賞金のカーズがドロップします。でもしません。ここのですね、警長がですね死亡時コンボカウンターをしてくるので怖いですが、構わずいっちゃいます。なぜなら私のキラーもオレラッターをつけてますからね。どうなる。ゲージを募集。
これラッターで回復し、弾物が重なります。さあ、ここでも産物を重ねるためにバイスケで移動です。一応アイテムを処理しておきましょう。はい、大丈夫ですね。さあ、降ってきたのがテニールですね。デニールだとちょっと安心して近づいて処理です。はい、無事クリアすることができました。コウタロウがね、ワムーの CS に耐えられるぐらいだったので本当に良かったなと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。